いつもご視聴いただきありがとうございます。今日は ANA インターコンチネンタルホテル東京旅するビュッフェ地中海紀行をご紹介いたします。こちらのレストランはつい最近ご紹介させていただきましたモーニングビュッフェでご利用させていただいてます。あとはね、そのちょっといつだ、去年の秋10月か11月にはディナーで旅するビュッフェフランス紀行を利用させていただいてます。こちらの地中海もね、すごいずっと気になってたんだけど、ただね、時間がちょっと短いなっていうのがいつも引っかかってて迷ってたんですが、ついにやってまいりました。こちらのランチビュッフェは90分制で4972円となります。遅い時間に入るとね、もうちょっと安かったりとか、いろんなプランがあるので、概要欄のリンクも見てみてください。それではビュッフェ代見ていきます。生ハムと卵のスープ、かぼちゃのポタージュ、ビーフラザニア、こちらはね、ビーフランチビュッフェの時にもあって美味しかったやつ、ポムピン、ローストビーフで、こちらがローストビーフのソースになります。もうあと1、2分でビュッフェが始まっちゃうので、すいません、追いすぎで撮影しております。ローストポテト、ローズマリー風味、きのこのソテー、ソテーベジタブル、本日のフリッタータパンコーナー、今ねビュッフェスタートですの声がかかったので焦ってる、急いで撮影していきます。こちらはピザとフォカッチャ、ネットだとピザがね4種類くらい書かれてたので4種類並んでんのかなと思ったら、多分ね日替わりっていうことだと思います。パスタもね何種類かネットには書かれてたんですけども、用意されてたのが2種類だったので日替わりということみたいです。こちらがペンネのボロネーゼソースと、あとは多分オレキエッテのジャコのアリオーリオ、牛肉のガーリックピラフ、こちらはねこちらもねビーフランチであって美味しかったやつ、アクアパッツァ、本日の鮮魚のグリル、レモンオニオンソース、鶏もも肉のグリル、バジル風味トマトソース、チキンカチャトーラ煮込み、豚肩ロース肉のオレンジ風味、ポルケッタ、フレンツェ風トリッパの煮込み、タンのローストサラダ、ハーブオニオンソース、ババガヌーシュ、グリルチキンとホワイトバルサミコでマリネしたキャロットサラダ、パンタネラサラダ、カラフルトマトとモッツァレラチーズのカプレーゼ、シーフードマリネ、スモークサーモンのサンドイッチ、エメンタールチーズとブリーチーズ、サラモンサラダ、そら豆のフムス、そしてザジキかな、これなんだろうね、わかんない、グリッシーニとハム、グラノフラン、オレンジ風味のメープルシロップ、ベジタブルスティックとバーニャカウダソース、これ食べればよかったなって今思ってる、グリーンピースのムース、小エビのマリネ、あとはこちらがサラダのコーナーになります。デザートのコーナー、まずはソフトクリームが、今はねミルクとストロベリー、そしてミルクとストロベリーのミックス、こちらがソフトクリームのトッピングです。トルタカプレーゼ、マカダミアクッキー、ストロベリータルト、七
シチリア産レモンのタルト、ピスタチオケーキ、キイチゴとチョコレートのケーキ、ストロベリーカシスケーキ、パンナコッタシトラスソース、アプリコットタルト。なんか今回はね、いつもよりもスイーツが少ないような気がするのは気のせいかな。私が食べたいのがないだけかもしれないけど、アーモンドチョコレート、ストロベリーギモーブ、ここに来てね、やっと食べれるのがあったと思って今喜んでます。ストロベリービスコッティ、シナモン風味くるみのクリスタリゼ、ボルボロン、そしてドーナツ。1瓶目持ってまいりました。もうね、あったかいの先に持ってきても冷めちゃうことを学習したので、まずはサラダから。あとこちらがピザになります。ピザの名前ちょっと忘れちゃったんですけど、なんかあんまね馴染みのない名前でした。そしてサラダにいろいろもりもり乗せてきました。タラモサラダと、あとコーン、それからスモークサーモンのサンドイッチ、豚タンのマリネ、シーフードマリネです。これはなんかグリルチキンとホワイトバルサミコのマリネのキャロットサラダ。キャロットは持ってきてないんですが、このチキンはね柔らかかったです。そして今日はね、とりあえず大盛りサラダ行こうと思ったので、サラダをもりもり持ってきました。この前のロハスビーンズコーヒーのシンプルなオリーブオイルとお塩のドレッシングが美味しかったので、真似をして今回はオリーブオイルとお塩をかけてきてます。あとは生ハムもトッピングしてきてます。次がシーフードのマリネ。こちらはイカ、エビ、アサリ、ムール貝、ホタテが入ってます。マリネだけどそんな酸味はなくて、これはね、なんだろうな、優しいマヨネーズ風味みたいな、あのまろやかなフレンチドレッシング風味みたいな、なんかそんな感じの味付けで美味しかったです。本当にね、シーフードがもりもり。こちらは豚タンのグリルになります。このね、周りのところは結構ね、塩コショウがピリッと効いてました。そして冷たいんですけども、全然臭みもないし柔らかい。でこのね、ピリッとペッパーが効いてるところにやや酸味のあるソースが絡みます。お次がタラモサラダです。こちらはちょっと、なんだ、マッシュしてあるようなクリーミーな舌触りで優しいポテトサラダだなって思った最後に、このタラコの風味がふわっとやってきます。こちらはスモークサーモンとトマトとキュウリとレタスが入ったサンドイッチになってまして、サーモンがね意外とびっしり入ってるので、スモークサーモンの存在感がしっかりしてました。続きまして、名前がわかんないけどこちらのピザ、これはねパン生地みたい、パンピザみたいな生地、クリスピーではないのですごい食べ応えがあるタイプの生地で、上にはトマト、ベーコン、ソーセージ、オニオン、コーンかなが乗ってまして、想像以上にこれはね具沢山で、特にソーセージの存在感が強い。で、食べ応えがあるタイプです。ピザがね、一種類なのかなと思ってたら作ってたので、あ、出てくるんだって思ってたんですけど、その後で結局出てこなかったです。2瓶目を持ってまいりました。まずはミルクソフト。ちょっとバニラじゃないのかと思って迷ったけど持ってきました。あとは絶対食べられるチュロス。そしてこちらは糖質プレートになります。まずはペンネのなんだっけ、ボロネーゼ、それからオリケーテのアリオーリオとガーリックビーフピラフとラザニア。ポークのオレンジ風味と、金魚のグリルのレモンオニオンソース、そしてアクアパッツァ。グリルチキンの、バジル風味、そしてカチャトーラとポルケッタ。まずはこちらのミルクソフトクリームを溶ける前にいただきます。これはね、食べたらやっぱりバニラ味じゃなくてミルク味、すごいね牛乳感があるので、私はあんま得意じゃないんですけど、牛乳好きな方にはおすすめ。
続きましてチュロス、今回はね食べられるスイーツがだいぶ少ないので、もうチュロスが神。チュロスは安定の美味しさです。最近近所にスーパーがやっとできまして、チュロスが売ってたので買ってきました。それでは期待の糖質プレートいただきます。まずはオリキエッテの、ジャコのアーリオオーリオ。これはね、想像以上にガーリックが効いてて、結構ねパンチのある味付けになってます。そこにこのジャコも入ってるので、ジャコの旨味も入ってて、これはね美味しい。続きましてこちらのペンネのボロネーゼ。このねボロネーゼはなんかね、普通のホテルのボロネーゼとはちょっと違って、なんか一般的にホテルのボロネーゼってすごいねマイルドな優しい感じにまとまってるんですけど、これはね割とパンチがある。普通のボロネーゼよりももっとねトマトの味がしっかりして、かつなんていうの、なんかねバーベキューソースにも近そうな味がする。子供がねすごい好きそうな味、まあ私も好きな味なんですけど、トマトのソースなんだけど、でもねトマトの味だけじゃないんですよねっていう美味しいペンネになってます。続きましてビーフラザニア。こちらはビーフランチビーフの時に食べて美味しかったんですけども、今回も美味しい。でね、ソースがホワイトソースとトマトソースが入ってるんだけど、そのねどっちのソースも割とこう重めな感じになってるので、こうやってすくった時にも、そして食べた時にもなんかねねっとりクリーミーみたいな感じの食感で、すごいね食べ応え。そして中のねホワイトソースとトマトソースのこのハーモニーがねまたちょうど良い。そしてラザニアも、まあ好きなだけ盛れるっていうのもあるんですけど、すごいこうドーンとしてるサイズ感があるので、それがねまた最高。お次がビーフガーリックピラフになります。これもねパンチあるよ。なんか糖質はね全体的にパンチがある。このガーリックピラフは割とガーリックもしっかり効いてて、なんかパーンってくるんだけど、その後にねペッパーが超ペッパーが効いてる。こんなに胡椒味を感じたのは何年ぶりだろうって思うくらいな胡椒感。こう食べながらもねペッパーのパンチがあるんだけど、その食べた後にもねなんか喉の奥にめっちゃペッパーついてるなみたいなペッパー感。こちらはガーリックとペッパーのパンチが効いててお気に入りです。お次がアクアパッツァになります。ちょっとねお魚は固めだったんですが、これ、ね、ソースがね見ての通りちょっと普通のアクアパッツァよりもとろみがあるソースになってて、なのでねこのソースにめちゃくちゃこのシーフード感凝縮。普通のねアクアパッツァよりはちょっとね濃厚めなアクアパッツァになってます。続きまして本日の鮮魚のグリル、レモンオニオンソースになります。こちらの方がさっきのねアクアパッツァよりもお魚が柔らかい。そしてねほんとレモンが香る。でもねなんか酸っぱいわけじゃなくて、こう酸っぱくあっさりっていう感じではなくて、なんかレモンバターソースみたいなイメージな、ちょっとまろやかなレモンソースです。お次が豚肩ロースのオレンジ風味。これもねオレンジ香る。でもなんかこうマーマレードとかみたいなすごい甘くオレンジがパーンって感じじゃなくて、最初だけほんとオレンジがふわっときて、あとはほんとこの豚ロースの美味しさ、お肉料理のこの味がね後半は広がります。でこのね豚もねすごい柔らかい。今回のお肉やお魚料理の中ではこのね豚肩ロースが一番お気に入り。次が鶏もも肉のグリル、バジル風味チリトマトソース。このさつまいもが気になっちゃって1個しかなかったけど持ってきた。さつまいも好き。そしてこちらのねチキンのグリルは想像以上にね、なんかこうパッと見普通のグリルかなって思うんだけどね、バジルの味が結構する。そしてこちらのねチキンも柔らかいです。
この柔らかチキンにバジルの味がふわっとこう包み込む感じになってまして、で横にねこのチリトマトソース、これがまたね美味しい、なんかサルサソースに近い爽やかなちょっとピリッとしたソースになってます。次がチキンのカチャトーラ風煮込み。こちらはさっきの鶏もものグリルに比べると、あのね鶏肉がちょっとね固めというか、あのいっぱい噛まなきゃいけない感じ。トマトソースはねいっぱいかかってるんですけども、割とさっぱりめなソースなので軽くいただける感じになってます。続きましてポルケッタ。こちらはねお肉がとりあえず柔らかかった、そして味は結構薄めというか、ほんのりなんか味がついてるかなっていう印象でした。3品目持ってまいりました。またまた糖質プレート、ホワイトトーストとトマトフォカッチャ、そしてチョコマフィンにガーリックピラフ、チュロス、そしてボルボロンを持ってきました。こちらのビュッフェはデザート、食後のデザートの時にこのコーヒー紅茶が一杯ついてます。アイスカフェラテはないのでアイスコーヒーをお願いしました。デザートコーナーからボルボロンを持ってきました。スノーボールみたいな感じかなと思って食べてみたらそんな感じで、これねなんかナッツかな、バターかな、バターかな多分の香りがすごい強くて、その香りが特徴的であり、そしてその香りが美味しい。甘さはちょうどよくてサクサクです。そして間違いないチュロス、そしてトマトフォカッチャ。こちらはね、以前にもご紹介しておりますが、ほんとトマト風味がすごい。で、トマトの香りもして、しっとり系な、柔らかい口当たりになってます。これもね、お気に入り。続きまして、ホワイトトースト。これもなんかね、前回美味しかった記憶があって、なんかここで食べなくてもいいかなって思いつつ持ってきた。こちらも外側の焼き色がついてる部分はちょっとこうカリまでいかないけど、ちょっと固めな食感なんだけども、白い部分は本当にほんのり甘くてふわっとしてて美味しい。そしてお気に入りのビーフガーリックピラフ、ほんとこれパンチ系でね美味しいから食べてください。これと一緒にジャコのね、アーリオオーリオも持ってこようと思ったんですけど、ちょうどね、品切れ中。そして、間違ったのかサービスなのかわかんないけど、コーヒーがもう一個出てきたので、遠慮なくいただきたいと思います。いつもね、この、マドラーをね、ストローと間違って飲みそうになっちゃうんだけども、2回目に来たやつはね、マドラーじゃなくて、ストローが入ってました。アイスコーヒーと一緒に食べてますが、このボルボロンはね、なんか紅茶と合いそう。お次がチョコレートマフィンになります。チョコマフィンは切ってみますと、なんかこんな感じで、割とふわっと生地でチョコがたっぷり入ってます。で、これ食べたらね、ちょっとね、お酒の味がする。全体的にこうお酒が染みてる味っていう感じではないんですけど、なんかこのね、チョコのふわっとの隙間から、なんかね、ちょいちょいお酒感。4品目、ラストになります。ラスト10分なので、ここで持ってくんだって話なんですけど、ギリギリまで攻めます。オレキエッテとボルボロンとホワイトトースト。こちらのパスタもう一回食べたかったので、終わる前に出てきてくれてよかったです。いかがでしたか？今日は ANA インターコンチネンタルホテル東京カスケードカフェの旅するビュッフェ地中海気候をご紹介いたしました。前回のね、フランスと若干被るかなって、似てるなっていうメニューもあるのですが、相変わらずメインとなるお肉やお魚料理がボリューミー、そしてパスタが美味しい、そしてまたローストビーフ食べてない。こちらのビュッフェは5月いっぱいまでやってますので、ぜひ行ってみてください。いつもご視聴いただきありがとうございます。こちらのチャンネルではホテルのお部屋、ご飯、お土産を紹介しています。ホテルが好きな方はチャンネル登録よろしくお願いします。